い、皆さんこんにちは、もちだです。もっち先生の英文法入門編疑問文の話、3回目となる今回は疑問詞を使った疑問文 WH 疑問文のその2ということでお話をしてまいります。それでは今回もよろしくお願いいたします。 WH 疑問文その2、今回は名詞と結びついて働く疑問詞のお話です。例えば what であれば what 単独で使うほかに what プラス名詞というまとまりで用いることができます。日本語にすると何のだとかどのという言い方に対応します。例えば季節 season、 これは spring, summer, autumn, winter のような式があるわけで、その式の中でどの季節がどの季節をというふうな聞き方をするときに疑問文に What season という言い方を組み込むことができます。 Which も Which プラス名詞というパターンがありまして、日本語のどちらのだとかどのという言い方に対応します。例えば本があって This book この本、あるいは That book あの本などというふうに、いくつか本があってどちらの本どの本というふうな言い方をしたいときに Which book という言い方を疑問文に組み込むことができます。それから Whose、 こちらも Whose プラス名詞という言い方ができまして、誰のという日本語に対応します。こちらも本があって、例えば My book 私の本、 Your book あなたの本、My brother's book 兄の本というふうな言い方が本来できるわけですが、持ち主がわからないときに Whose book という言い方ができて、この言い方、このまとまりを疑問文に組み込むことができるんです。それではまずは What プラス名詞から見ていきましょう。5つ文見ていただきます。 He likes spring、 彼は春が好きだ。 He likes summer、 彼は夏が好きだ。He likes autumn、 彼は秋が好きだ。 He likes winter、 彼は冬が好きだ。 He likes some season、 彼は何かの季節が好きだ。これらの5つの文のうち、1番から4番までは好きな季節が明確です。春、夏、秋、冬、具体的に好きな季節と言っています。ところが5番の方はどの季節が好きなのかが明確ではありません。 Some season というふうにぼかした言い方になっています。で、何の季節が好きなのか、どの季節が好きなのかということを尋ねることができるわけで、これを尋ねる疑問文では疑問詞に What を用います。疑問文の仕組み見ていきましょう。He likes some season。彼は何かしらの季節が好きだという文ですね。で、この some season が何だかわかんないから質問してみよう、聞いてみようとなるわけなんですが、その疑問文にするにあたって、まずは likes という述語動詞を does like という形に展開して、he does like some season という言い方にします。そしてこの does、助動詞の does を文頭に移動させて、does he like some season という言い方にします。そしてこの some season の some を what に置き換えます。そしてこの時に what だけが文頭に移動するのではなくて、season も一緒に what season という形、 what season というまとまりで文頭に移動します。そうすると what season does he like という疑問文が出来上がります。彼はどの季節が好きですかという日本語の文に対応します。続いて which プラス名詞のお話、こちらは2つの文をご覧に入れます。 This car is John's、 この車はジョンのものです。 That car is John's、あの車はジョンのものです。この1番の文や2番の文のように、この車かあの車かということを断定できればいいのですけれども、このように断定できないこともあります。このようにあらかじめ決まっている選択肢のうちのどれかを尋ねる疑問文では疑問詞に which を用います。疑問文の仕組みを見ていきましょう。 This car is John's、 この車はジョンのものですと言いたいのだけれども断定ができない、この車かあの車かがわからないというときに、この this car の this を which に変えて which car とします。
で、この場合はもともとディスカーが主語ですから、ウィッチカーは語順を変えずにそのまま、ウィッチカーイズジョーンズという疑問文にします。日本語にすると、どの車がジョンのものですかという言い方に対応します。語順を変えずにこの場合は疑問文にすることができます。最後に、whose プラス名詞を取り上げていきます。3つの文をご覧ください。This is my bicycle. これは私の自転車です。This is your bicycle. これはあなたの自転車です。This is someone's bicycle. これは誰かの自転車です。この3つの文のうち、1番の文と2番の文は自転車の持ち主が明確です。私の自転車、あなたの自転車、持ち主がはっきりとしています。これに対して3番の文は誰の自転車なのかがはっきりとしません。Someone's 誰かのとなっています。この時に誰の自転車なのかを尋ねることができるわけですが、このようにあるものの持ち主を尋ねる疑問文では疑問詞に whose を用います。それでは疑問文の仕組みを見ていきましょう。This is someone's bicycle. これは誰かの自転車です。この誰かのというのが誰のなのかということを聞きたいわけですが、まずは疑問文にするために B 動詞の is を文頭に移動させます。Is this someone's bicycle? とします。そしてこの someone's この部分を whose に変えるわけですけれども、この時も whose だけを文頭に移動させるのではなくって、whose bicycle 全体を文頭に移動させます。こうして出来上がった疑問文が whose bicycle is this となりまして、対応する日本語がこれは誰の自転車ですかとなります。今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録をしていただけますと幸いです。概要欄で文法能力開発のご案内をしております。どうぞよろしくお願いいたします。